セリモドキは、セリカセリモドキ族の多年層。別名、タニセリモドキ。茎は直立して、高さは30から90センチメートルになり、上部で枝を分け、節の下部には白色の毛状突起がある。葉は三角形で、長さ10から25センチメートルになり、2から3回羽状複用で、小葉は不規則に切れ込む。葉は形、または卵で、 長さ2から7センチメートル、幅1.5から4センチメートルになり、先端は、えと、頭、または、ええ頭。縁は、ええ巨子と深い切れ込みがあり、巨子の縁に短毛が生える。葉の裏面の葉脈状にまばらに上向きの小突起がある。葉平の下部は、鞘状になって広がる。下期は7から9月。茎先及び枝先に、副産形過剰をつけ、白色の形。 約2ト、mm、ルの花を密につける。花弁はこ個で内側に曲がる。複産系花樹の下の双方辺はないかまたは少なく、線形で長さ5から1 3ト、mm、ル、花柄は10から20個あり、長さ2から4トルになる。小花樹の下の小双方辺は約10個あり、線形で長さ7から1 0ト、mm、ル、小花柄は約20個あり、 果実の長さ4から8ミリメートルになる。双方辺、小像方辺、花柄及び小花柄は細く、微細な毛が生える。湯髄は5個ある。果実は楕円型で、長さ3.5から8ミリメートルになる。分けかの瀬高市場は300割細くて高く、互いに広がり、側高市場は広い屋上になる。床は不規則に多数ある。日本固有種。 本州の滋賀県以北の日本海側に分布し、山地のやや湿った場所に生育する。本州南西部にはない。都道府県のレッドデータによると、広島県や兵庫県にも分布が確認されている。和名セリもどきは、セリギのイで、全体がセリに似ているが別の種類であることによる。種小名アイブーキエンシスは、イブキさんのの意味。タイプ標本は、 牧野富太郎が1893年に伊吹山で採集したものである。なお、白根人人族の伊吹ゼリもどきは、従来、伊吹山に産するということから、伊吹ゼリとされたことがあったが、本来の伊吹さんのセリは本種のことであることから、現在の名前に改名された。この植物は、飯沼翼祭著の草木図説にも図解されているものである。 1893年に、牧野富太郎によって、伊吹山で、タイプ種が採集され、牧野は、アンジェリカシシウド族の一種とみなしたが正式な、記載発表はなかった。矢部義貞は、この種を、リーグスティークム・マルバトウ貴族に移し、リーグスティークム・イブキエンセ・ワイ・ヤベとした。また、北川正夫は、本種は、リーグスティークム・マルバトウ貴族とは全く異なり、 アンジェリカ死シ臭シド族、オステラコムヤマゼリ族及びコニアセリナム、ミヤマセンキュウ族の三族に、近縁の独立族とすべきとし、本種が属する族について親族ディスティーニアセリもどき、族を設立した。それにより親族に組み替え、ディスティーニア,アイブーキエンシスキーターグとした。ありがとうございます。